今年2月、静岡市用宗で起きた火災。同じ建物に入居する住宅や飲食店にも延焼。屋根がバーンって崩れて、火がバーンって上がるんですね。もう頭は真っ白になりましたね。もらい火となった食事処わがままは、オープンから3ヶ月も経っていませんでした。やっと持てた城なんですね。それがたった2ヶ月半でこんなになっちゃって悲しいです。30年以上かけてようやく実現させた夢の城、それが一瞬で失われ、残ったのは1000万円もの借金。ちっちゃいお子さんが、わがまま美味しかったのにって、すいません。絶望のどん底へ。しかしここでへこたれてはいられないので、どうしても潰すわけにいかないです。なんと新たな店舗での再起を目指し動き始めたのです。今日のエブリィ静岡特集は、30年越しで叶えた夢の城が3ヶ月も経たず火災に。それでも諦めずに再起に向けて奮闘する店主に密着しました。相川敦史さん、56歳、静岡市用宗の食事処わがままの店主です。相川さんは20代の頃から飲食店を経営するのが夢でした。中学卒業してスーパーマーケットの鮮魚部に勤めたんですけど、で魚を一切触れなかったんですね。仕事だからって割り切って魚を触るようになって、魚の嫌いな人が食べれる魚作ってあげればみんなが食べれるようになると思いまして。夢の実現に向け、スーパーの他にもトラック運転手などさまざまな仕事を経験してきました。そして去年12月、地元用宗の空き店舗を改装して食事処わがままをオープン。30年越しの夢を叶えたのです。これまで苦労して長い時間かかったからこそ、相川さん自身がわがままを言える店にしたい、そんな思いが店名には込められています。ドキドキしましたね。自分に本当にこのお店を回しきれるのかなって、私たちも今年1月オープンしたばかりのお店から中継していました。しかしこの中継のわずか1ヶ月後、相川さんのお店が入居する建物で火災が発生。炎を上げながら激しく燃え、辺り一帯に煙が立ち込めました。この火事でけが人はいませんでしたが、同じ建物に入る相川さんのお店にも延焼しました。屋根がバーンって崩れて、火がバーンって上がるんですね。もう頭は真っ白になりましたね。火災当時店内にいた妻の陽子さんも大きなショックを受けました。もう何ヶ月もかけてここまでね、作ってこれてきたのに一瞬で終わりましたからね。やっぱまだ忘れられないですよね。多分一生忘れないんじゃないでしょうか。お店のオープンには1700万円かかりましたが、それがわずか3ヶ月で失われてしまったのです。火災保険から400万円が支払われたものの、店もなくなり、1000万円以上の借金だけが残ってしまいました。現実を受け入れることができない相川さん。火事の後ももう営業することはできないお店に毎日通い続けました。一緒に一度の思いで開いたお店ですから、大事にしたいですよね。解体されるまでは。そんな相川さんを支えたのは、
地元の人たちや SNS でつながる仲間たちでした。その応援に勇気づけられ、火事からわずか数日後には営業できなくなった店の前にテントを立ててお弁当の販売を始めたのです。やっぱお客さんに忘れないでもらいたいっていう気持ちと、ちょっとした生活費がいただきたいっていうことと、一日でも早くお店を再開したいっていうことで、うん、どうもありがとうございます。同じ持ち胸なので、まあ、買って応援する方がまずかなと思ったんで買いに来ました。もう相川さんとも、もう開店前からちょっと知ってて応援してたんで、お昼休みちょいちょい来れる時には買って食べて、お昼今日は夜のおかずを買って用意した40個のお弁当はわずか2時間で完売、2万円を超える売り上げとなりました。しかし火災前と比べ5分の1と大幅なマイナス、材料費や生活費を差し引くと手元にはほとんど残りません。それでも相川さんが再び動き出したのは、一番心に響いたのはちっちゃいお子さんが、わがまま美味しかったのにって、すいません、ちっちゃい子が応援してくれると嬉しいですね、うん、周りの人たちの温かい応援にも後押しされ、相川さんは新たな場所でわがままを再開する決心をしました。明日でもいいです、そんな気持ちですし、一日でも早く、ね、またお客さんの笑顔が見たいです、ね、うん、火災から1ヶ月半経った頃、相川さんに嬉しい知らせが届きました。お店を再開するのにぴったりな物件が見つかったというのです。それもなんと火災のあった店のすぐ隣にある港横丁の中です。いい感じですね、結構綺麗なのでそのまま営業できそうです。相川さんは照明の位置やテーブルの数など再開した時のお店を想像しながら細かく確認していきます。しかしこの物件の広さは10坪、以前のお店の3分の1になってしまいます。前よりは席数が減ってしまうんですけど、うん、女房と2人でやるにはちょうどいい面積かなと思います、ね、さらに厨房機器はそのまま使用することができるということで、再開にかかる費用が削減できそうです。どうしても火災からもう時間が経ってるんで急いでお店をやりたいですね。ここで決めたいと思います。その後不動産会社で正式に賃貸契約を結び、相川さんの夢が再び動き出しました。契約もますます気合い入りますね。で、前のお店より良くなったねって言ってもらえるように努力しようと思っています。そして今月10日、相川さんにとって2回目となるわがままのオープン日を迎えました。混んでくれるのか、混んでくれても自分が回せるのか不安もありますけど、でも味だけは裏切りたくないと、うん、たくさんの方に来ていただければありがたいですね。そんな心配をよそに午前11時のオープンと同時に再開を待ちわびたたくさんのお客さんがやってきました。美味しいですよ。で、前の火事になる前もうちの時も大回転第一校でしたから、
まあ、前のお店のオープンからずっと応援してたので本当にもうこれはダメかなって思ったんですけど、本当に最後までもう頑張って頑張って諦めない姿を見て、また応援しなきゃって僕も本当思いました。初日としてはあれが足りないこれが足りないってバタバタしてますけど、それがいいんだよって知り合いの方言ってくださるので、でもずっとそれのままでは困るのでね、成長していきたいと思ってます。最初のオープンから半年、絶望から救ってくれたのはずっと応援してくれたお客さんたちの存在。新しいお店ではお客さんのわがままも聞いていきたいと言います。まだまだやりたいこといっぱいあるんです、なのでここでへこたれてはいられないので、頑張っていきます。どうしても潰すわけにいかないです。